さ。高校が機械一回やったんで、その時に考えて、普通に工場働きは自分の性に合わないなと思って、なんか人がしないことをしたいなと思った時にフォトレーサー見に行って、すっごいこんな職業もあるんだと思って。プライベート、西橋奈美、趣味ライブ観戦、好きな食べ物納豆、好きな音楽スパイエアー。家に帰って猫と一緒に寝ることですかね。一番リラックスしますね。ボートレーサー、ボートレースはやっぱみんな全員が同じスタート切れることだし、あとやっぱ男女平等で同じ舞台で戦えるっていうのはなかなかないんで、そういうとこやっぱ魅力的ですね。女子が男子に混じって戦ってるところがやっぱ同じ女性目線としてやっぱ一番かっこいいところだと思うね。女子の目線から見たらやっぱそういうところが一番魅力的ですかね。レッツボートレース。